よし、今日だったら公園で遊ぼうぜ。よしよしよし。ああ、今日何して遊ぶ？いや、何がいいかな。あ、待って、お兄ちゃん、あそこ見て。ん？あれ、カズキじゃね？クラスメートの。おお、ほんとだ。お、カズキもさ、なんか一人で座ってるっぽいし、一緒に遊ぼうよ、誘ってあげて。確かに、いいね、いいね。ちょっとみんなで遊ぼう。おーい、カズキ、遊ぼうぜ。ケナ太郎にケナスエ君じゃんか。こんなところで何してるんだぜ。いやちょっとね、今ケナ太郎と公園に遊びに来たんだけど、ちょうどカズキ君いたからさ、カズキも一緒に遊ぼうぜ。おー、いいぜ。俺はね、昨日お母さんに買ってもらったスイッチでスプラトゥーン3してるんだぜ。二人も一緒にやろうぜ、スプラトゥーン。え、あ、スイッチ？スイッチ、あ、ごめん、俺たちスイッチ持ってないやん。え、こんなに流行ってるのに、なんでスイッチ持ってないんだぜ。いやなんかうち、お母さんが厳しくてさ。お願いしてもらったらいいんだぜ。そしたら一緒に遊ぶんだぜ。じゃあ、俺、どうしてもスプラトゥーン3やりたいから、持ってないなら二人とは遊ばないぜ。じゃあなー。じゃあ。ちょっと待って、ゲームの方が大事かよ、俺たちより。そう、残念だったな、ケナ太郎。俺もスプラトゥーン3で遊びたいよ。ゲームなんて、お母さんから一度も買ってもらったことないからわかんないけど、きっと楽しいんだろうな。家に帰ってさ、お母さんに相談してみる。でも怒られないかな。わかんない。まあでも言ってみよっか。そうだね。はぁ、ゲームしたいな。はぁ、ただいま。ただいま、ただいま。よいしょ、よいしょと。あら、おかえりなさい。あ、ほら、ケナ太郎、ちょっとお願いしてみようよ、スイッチ。お母さん、実はお願いがあるんだけど。お願い？何かしら。俺さ、友達とゲームがしたいんだ。今日も俺たちだけゲーム持ってないからって遊んでもらえなくて。だから、任天堂スイッチ買ってほしいなって。ゲーム？いや、なんか友達の間で流行ってんだよ。ダメに決まってるでしょ。小学校5年生という大事な時期にゲームですって。お受験はもうすぐなのよ。お受験。お受験。でも俺、勉強とかも頑張るからさ。ね、塾もちゃんと行くから。ケナソユ、ケナ太郎、あなたたち前回のテスト何点だったかしら。前回のテスト、いやいや、俺めっちゃ良かったよ。だいたい90点ぐらいだったけど、ケナ太郎は4点。ん？なんて94。4点。え、4点。お母さん、え、そんな点数でゲームが欲しいですって。冗談もほどほどにしなさい。おお。あ、ごめんなさい。あなたたちはたくさん勉強していい学校に行って一緒になるのよ。お母さんが考えた人生設計を狂わせないでちょうだい。そんな、俺医者になりたいなんて言ったことも思ったこともないのに。俺もう医者になんてなりたくないよ。俺 YouTuber になりたいよ。あら、お母さんに逆らうのかしら。いや、それは。ごめんなさいお母さん。そうよね。それじゃお母さんは今から夜ご飯を作るから、二人は上で勉強してなさい。いいと言うまで勉強をやめちゃいけないわよ。はい、わかりました。はい、じゃあいつもの部屋で勉強しよう。あー、昨日は大変だったね、ケナ太郎。ねえ、お兄ちゃん、俺もこの生活疲れちゃったよ。大丈夫。まあ家にいるのはさ、あのお母さんいて大変だけどさ、学校は楽しいから頑張ろうよ。そうだよね。じゃ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 。お、ケナスにケナ太郎、おはようだぜ。おー、カズキ君、おはよう。一人ともゲーム買ってもらったんだぜ。いや、あと一応お願いはしたんだけど、やっぱり買ってもらえなくてさ。それじゃあ残念だけど、二人とは一緒に遊べないぜ。じゃあ俺、ゲーム持ってる他の子と遊んでくるから、二人は勉強頑張るんだぜ。じゃあ。そんな、カズキ君。くそ、大丈夫、ケナ太郎。もうどうでもいいやん。どうでもいい。ちょケナ太郎、家にも学校にも楽しめるような居場所ないし、こんな人生なくたって。おお、ちょ、ケナ太郎、大丈夫？ちょ、え、ちょっと外の風を浴びたいなって思って。あ、いや、飛び降りるんかと思った。ちょっと止めようかと思ったけど。違うよ、そんなことはしないけど。ちょ、しっかりしろって。よいしょ。痛い痛い痛い、ちょ、殴らないでよ。お兄ちゃん、ちょっと俺。ん？
どこに行くんだ？保健室なのかな？え、保健室？ちょ、一緒に行こうか？大丈夫、一人で行かせて。は、はい。おー、行っちゃった。え、なんか変だな、あいつ。大丈夫か？ケアスユーチャンネル。じゃあ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 、やっぱりスプラトゥーン3は楽しいんだぜ。ね、スプラトゥーン3めっちゃ楽しいわ。やっぱ遊ぶなら最新のゲームに限るよな。じゃあ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 。ねえ、そんなにゲームって楽しいの？え、ケノトロ、お前スイッチ持ってないのに何しに来たんだぜ。え、カズキ君、この子なんか、え、危ないもの持ってない？ジャガー。本当だぜ。俺たちに何するつもりだぜ。俺、いいこと考えたんだ。スイッチ持ってないなら奪っちゃえばいいって。うおー、なんだこいつ、行かれてやがる。カズキ君、逃げないと。逃げろー。やめるんだぜ、ケナ太郎。こんなことして心が痛まないんだぜ。なんかもうどうでもよくなっちゃった。ジャガー、やめるんだぜ、ケナ太郎。カズキ君、そのスプラトゥーン3俺に使わせてよ。ジャガー。ケナスユチャンネル。こっちの方とかどうかな。たまにこっちで遊んでたりするけど。ん？待って、え、ちょ、え、カズキくん、え、ちょ、カズキくん大丈夫？一体何がっていうか、これ、血？あ、お兄ちゃん、来たんだ。あれ、この声は？ケナタロ、うおー、こっちだよ。え、ちょ、そんな場所で何してんの？ちょっと危ないから降りろってケナタロ。え、そんなの大丈夫だよ。てか待って、見てこれケナタロ、カズキくん大変なことになってるから。あー、知ってるよ。だってそれ、俺がやったんだもん。お、俺が、え、え、なんかケナ太郎、お前、何持ってんの手に。斧。お、斧。え、ケナ太郎がやった？なんだか、スイッチってやつがどんだけ楽しいのかなって気になって、でもなんか、別に楽しくなかったな。いやいや、シュシュ、ダメでしょ。これケナ太郎がやったってなら、お前、友達をこんなにして、え、罪悪感とかないの？なんかさ、毎日毎日お母さんの言う通りに生きて、そのせいで友達も失って、罪悪感とか喜びとか悲しみとか、そういう感情全部なくなっちゃったみたい。そんなだから別に俺、こんな高いところにいても恐怖心とかないから怖くないんだよね。あー、もう家に帰るのなんてやめようかな。ちょ、危ないってケナ太郎。そんなに動くな、そんな動くな。大丈夫だよ、落ちたって死ぬだけだし。ちょ、おー、尻もちついた。ケナ太郎、大丈夫？ケナ太郎、大丈夫か？急死やってる。どうしてこんなことに。とりあえず病院についていかないと。急げー。おー、ケナ太郎、大丈夫か？さ、お見舞いはこれで十分ね。ケナスユー、あんたは帰って私と勉強しましょう。また勉強？ねえお母さん、俺ケナ太郎のためにさ、毎日お見舞い来てもいいかな？勉強するから、ちゃんと。あら、もう今日でお見舞いはいいんじゃない？お花も食べ物も持ってきたし、ちゃんと勉強道具も置いてあるわよ。え、ダメ？ちょっとお見舞いぐらい許してよ。俺もっと勉強頑張るから。ダメよ。とにかくダメよ。お受験。いいね。お受験。はい、お母さん。キャンスユーチャンネル。あ、いてこれ、ここは？おや？目を覚ましたのかい？ここどこ？それにおじさん、誰？ここは病院さ。そして、おじさんじゃないよ。あ、そっか。そういえば、あの時、高いところから落ちて。助かったというのに、ずいぶん元気がないね。俺、いろいろあって感情を失っちゃってさ、嬉しくも悲しくもないんだ。そうか、感情がないか。そうなんだよね。俺にはどうせ何もないんだ。夢もないのかい？夢、昔はあったけど今はもうないかな。ないのか、そうか。いや、何か夢があるといいんだけどな。人生が
楽しくなるからな。それは分かってるけど、でも夢を語ってもお母さんにダメって言われるからさ。ん？お前誰かにダメって言われたから夢を見つけれないのかい？まあそんなところ。おいおいおい、それはダメだぞ。君の人生は君のものなんだ。なんだか難しくて分かんないや。なんか頭痛くなってきちゃった。ああ、目を覚ましたばかりで難しい話をして悪かったね。一旦、ほら、ベッドでゆっくり休んでるといい。あ、そういえばおじさんはなんで入院してるの？ああ、俺かい？俺はね、山小屋で自給自足をして生活してるんだが、イノシシを狩ろうとしたら突進を食らってね、怪我をしてしまったんだよ。動物を飼ったり、野菜を育てたりして生活をしている。大変なことも怖いことも多いが、それはそれは楽しいぞ。毎日笑顔だ。でも俺、感情なんてないから、それの楽しさがわかんないや。そうか。よし、毎日病室にいても暇だろう。俺の山での生活の話をたくさんしてあげよう。まあ、話ぐらいなら聞いてあげるよ。楽しんでくれたら嬉しいぞ。ケナツユチャンネル。あー、ケナ太郎のやつ大丈夫かな。一人で寂しがってないかな。あ、でもそうだ、なんかあいつ感情なくなっちゃったんだっけな。入るわよケナツユ。あ、やばいやばいやばい、勉強してるふりしないと。はいはいはい、はい、はいはいはい。どうかしら勉強の様子は。やべ、ケナ太郎のこと考えて全然進んでないけど、どうしよう。あら、全く進んでないじゃない。これはまあね、ちょっとありえないわ。うわ、びっくりした。いきなり大きい声出さないでよ。なんで私の言ってることができないのかしら。痛い。こんなのじゃ痛い、医者はおろか、痛い、大手大企業に入ることもできないわよ。ええー、お母さん、でもケナ太郎があんなになっちゃって、もうケナスユしか私の家にお金を落とせる人はいないのよ。そんなこと言う。そう、わかりました、お母さん。私を裏切らないでちょうだいね。はい、勉強します。そこ、俺がこんな棍棒でポカーンと。はい、一発よ。初めて自分で飼ったイノシシはほんとうまかったぞ。すげー、俺もそんなかっこいいことしたいな。こんな感じ。どりゃわちゃー。おー、違うな、もっともっと腰を使って、こうだ、ほら。こうか、ほう、ほう、ほう。おーおーおー、いい感じじゃないか。いいぞ、いいぞ。それにしても、ケナ太郎、お前、ずいぶんいい笑顔するようになったな。なんだか、毎日おじさんと話してたら、楽しそうでいいなと思って、元気になっちゃった。おー、いいな、いいな。退院することになったら、山小屋に遊びに来るといいさ。行っていいの？もちろんだ。あ、そうだ、お前、あとここに来る前いろいろあったんだろ。だから何かあったらすぐに俺に言うといい。助けになってやるぞ。本当にありがとう。俺、おじさんに出会えてよかった。あ、そういえばおじさんの名前聞いてなかったけど、なんていうの？俺か？俺はジャガー。ジャガーさん。ま、退院まであと少しだろうと思うが、そろそろ話が尽きてしまうな。じゃあさ、俺が将来の夢について話すよ。最近ね、将来の夢見つけたんだよね。おお、お前の将来の夢か。いいな、聞かせてくれ。ね、俺の夢はね、やったー、ついに退院した。やっと家戻ってきたぞ。やっぱこの家は居心地悪いんだろうけど、もう大丈夫。俺にはね、おじさんがついてるからね。よし、帰るぞ。ただいまー、ケナ太郎が帰ったぞー。あら、お帰りなさい、ケナ太郎。うん、ただいまー。え、お兄ちゃんは？ケナスユなら勉強してるわよ。勉強？じゃあ部屋にいるのか。お兄ちゃん、おーい、お兄ちゃん。一緒にならないと、一緒にならないと。一緒になるんだ、一緒に。おーい、お兄ちゃん。おー、ケナ太郎。あ、ちょっと今、勉強してるから邪魔しないで。しょ、いい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 し
あなたも勉強するわよね。ほら、勉強しなよ。そうだ、まだ伝えてなかったけど、新しいルールができたの。一問間違えるごとに、このバットで一発殴るのよ。これでケナスイちゃんは頑張って勉強するようになったわ。ねえケナスイちゃん。はい、はい、そうです。こんなの間違ってるよ。痛い目を見ないとわからないみたいね。ちょっとどうしよう、どうしよう、一回逃げるしかない。でもお兄ちゃんも助けないと。何かいいものないかな、いいもの。あっと、あっ、コンボだ、これで。さあ、追い詰めたわよ、ケナ太郎。怖いけど、思い出せ。このコンボの使い方はおじさんに教わったんだ。腰を入れて、こうだ、こうだ。ケナトル、お前、こんなことして。お兄ちゃん、この家から逃げよう。こんな場所にいたら、お兄ちゃん死んじゃうよ。でも、お母さんの言うことを聞かないと。うん、俺たちの人生なんだよ。俺たちが生きたいように生きないと。生きたいように生きる。うん、俺さ、病院でいい人に出会ったんだよね。そうだ、その人がさ、困ったらいつでも言ってって言ってたから、その人のところに行って、俺たちも自給自足して暮らそうよ。自給自足は分かった。行こう、ケナ太郎。うん、俺たちの第二の人生スタートだよ。行くぞ、ジャガーさんの家に。みんなチャンネル登録してください。今月中に60万人行かないと病んじゃいます。勉強も大事って分かりました。勉強も夢を追うこともどっちも頑張るみんなをかっこいいよ。ってことで次の動画でまた会うぜ。じゃあねー。